アラド AR-240 は第二次世界大戦時にドイツで試作された総発プロペラの戦闘機、偵察機である。BF-110 の後継機として開発されたが飛行安定性が極端に悪いことが原因で量産されることなく終わった。試作機の一部は実戦テストも兼ねて偵察機として部隊で運用された。1938年に ドイツ航空省が提示した BF-110 の後継機仕様に基づいてアラド社で開発されたのが AR-240 で試作1号機は1940年5月に初飛行した AR-240 は DB-601A エンジンを搭載した総発福崎でダクテッドスピナーの採用胴体後端に装備したライブブレーキ 高翼面荷重による離着陸性能低下を補うダブルスロッテッドフラップ、胴体上部後方に遠隔操作式の重当装備などの新機軸を盛り込んだ機体だった。試作2号機からはコクピットが機種に移され、7号機からはドイツ戦闘機としては初めて弱圧キャビンを装備した。主車輪が不正値での運用を考慮してダブルタイヤになっていたのも特徴の一つだった。 しかし、テストの結果は、速度性能は、同じ仕様に基づいて開発された、目210よりも優れていたが、飛行安定性が極端に悪くまた、機体各部に不具合があり、駆逐機としては失格と評価された。アラド社では胴体を延長するなど回収を進めたが、結局本機は、戦闘機ではなく偵察、爆撃機として開発されることになり、試作3号から8号機までは、 この仕様で製作された。これらの機体は、試験的に東部戦線や北欧、イタリアで偵察任務に用いられたが、安定性の悪さは相変わらずだった上に故障も多く、満足な活躍はできなかった。その後、本機の高速性能を活かして、再度戦闘機として開発することになったが、目立った、性能向上も見られなかったことから1943年に開発中止となった。 総生産機数は14機12機16季節もあるであった。AR240 が性能的に不満足な機体となったことから、アラド社では AR240 の回収を進めながら新たに発展型の AR440 の開発に着手した。AR440 は基本構造は AR240 と同じだが、胴体を延長し、主翼の形状を変更することにより、安定性の向上を図っていた。エンジンは、より強力な DB603G を搭載し、機体の装備は AR240 と共通のものが多かったが、ダクテッドスピナーは飛行率ということで採用しなかった。試作1号機は1942年夏に初飛行し、 その後1942年11月までに合計4機が製作された。空軍の飛行テストの結果は良好で、飛行時の安定性は AR240 と比較して飛躍的に向上した。上、操縦性も良好であった。最高速度もアサンカチッ素噴射装置を利用すれば時速 700km が可能だった。同時期にテストされた ME410 と比較すると、 多くの面で本機の方が優れていた。しかし、空軍は、目410の方を支持したため、AR440 の開発許可が降りずそのまま、開発中止となった。航空情報編集部編、第二次対戦ドイツ軍用機の全貌1965年、竹縄同社、144ページ、航空情報編集部編、第二次対戦ドイツ軍用機の全貌1965年、 竹縄当社145ページありがとうございます。